辻元ショート辻元背番号29ショート辻元凛太郎背番号29セカンド福永宏樹背番号68ダヤンビシエド背番号ドームでは初めて守備についてスタメンというところでしたけどいかがでしたか。観客の方もたくさんファンの方もたくさん入った中での試合でしたけど、応援もあって、すごく楽しい試合でした。楽しかったです。楽しかったです。守備についてみて景色とかお客さん入った中では初めてだったと思うんですけど、そういったところで見てどうでしたでしょうか。特にやりづらいなとかやりやすいなという感覚はないですけど、飛んできないのでまだ分からないんですけど。そうですね、今日なかったですね、守備機会は。けどこういろんなところを見るところがあったりとか、集中力が途切れないような環境でできるので、早く飛んできてほしいなという感じです。またバッティングでは大チャンスで回ってきましたけど、どうでしたか、あの打席は。試合前も9番で、自分のタイプも考えながらこうチャンスだったり、どんな場面で回ってきたらこういう仕事をしようとかっていうのはこう整理して入っている、毎試合入っているので、最低限ではありますけど、そこでバーンってヒット打てたらいいですけど、最低限のところは入ってきたので、合格ではあるかなとは思います。お客さんが入ってこう試合していく、プレーしていくというのはまさにプロ野球なのかなと思うんですけど、そういう試合を経験してみてそのあたりはどう感じてますか。そうです、お客さんいる中でファンの方いる中でこう活躍したいなとかっていうのはすごく持ってますし、そういう場所の方が自分は活躍できるタイプだと自分でも思っているの で、今後も、楽しみながら野球やりたいなとは思ってます。登場曲はなんかどういう経緯で。小学生の時から家族が好きなアーティストの人で、少年野球の発弾 DVD とかにも使ってたりとか、結構なんか家族でみんな聴いてたみたいなアーティストなので、その中でも一番僕が好きな曲だったり歌詞とかが、っていうのを選んでました。歌詞でもそのプロ野球選手になるみたいな歌詞もあるんですよね。あります、最初のところで。結構聴いたりもするんですか。いや、毎日聴いてます。毎日聴いてる、朝起きたら一発目に流します。そうですね。はい、なるほど。実際打席入りの時聞こえました。聞こえました。どうでしたか。そう、もうちょっと後まで聞けたらいいんですけど。そうですね、ちょっとスピードアップの問題とかがあって、あんまり長くかけれなかったり、けどなんかモチベーションはすごく上がります。本当ですか。じゃあこれはシーズン開幕して一軍で立つ時は使っていこうかなというところですか。そうです、皆さんにも覚えていただけたらいいなと思います。いや、その開幕へ向けてというところではどういったところ、どういう思いでやっていきますか。
や、もちろん開幕、ショートでスタメンというところだったりとか開幕1軍というところは常に、はい、キャンプイン前から持ってたのでそこに向けて、はい、少しずつでもいいんでアピールを続けていければいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ドラゴンズファースト石井が見込まれまして石川拓也、ピッチャー小笠原が見込まれまして大野雄大、5番のファースト石川背番号25、ピッチャーが大野雄大背番号22、以上に変わります。スワローズナッキーセブンの攻撃は5番レフトサンタナ、まずはお帰りなさい、ドームでの登板というところ、はい、あの11ヶ月、まあ、約1年のドームでの登板、はい、いかがでしたか。やっぱり投げる前というか数日前からちょっとそわそわしてましたね。ちゃんと投げられるんだろうかとか、はい、まあ、シーズン中も元気な時のシーズン中もね、その前日ぐらいからそわそわしだしますけど、今回は3日前ぐらいからだいぶそわそわしたんですけど、まあやっぱり慣れ親しんだと言いますかね、ホーム球場やなと思いましたね。投げ終えてと言いますか、そんなに暴れることなくと言いますかね、球も、うん、約1年ぶりにしてはしっかり投げられたと思います。登板に向かってはというところでは、ドームではもう1年ぶりぐらいでしたけど、うん、これまで通り過ごせてマウンドに迎えたもんですか、なんかこう忘れてたこととか、まあ、そこもやっぱり覚えてましたね、しっかりね、うん、調整方法であったりとか、うん、見慣れた景色ばっかりなんで問題なく、気持ちの面以外は、はい、行けました。そして登場曲がかかった瞬間から大きな声援聞こえてました、大野さん。あ、聞こえてました、本当に嬉しかったですね。まあね、本当は去年のうちにね、シーズン中に復帰できないといけないような手術だったんですけど、まあ、あんまりうまいこといかずにと言いますかね、うん、まあ、これが手術なんだと思いましたけど、本当はね、去年のうちに復帰できたらよかったんですけど、まあ、今年のオープン戦までここで投げられなかったっていうのは僕の、反省ではあるんですけどね、まあ、本当に今日久々に、うん、マウンドに向かう時に大歓声聞こえてすごく嬉しかったですし、まあでも言ってもまだオープン戦なんで、本当にシーズンですよね、また始まるときに同じような歓声を聞きたいなと思ってます。また相手は東京オリンピックを戦った山田選手、村上選手、うん、そして主力の塩見選手と対戦ありましたけど、うん、はい、いかがですか、そのあたりは。いや、一発目にもうやめてくれよと思いました本当にもうバッて
次僕が行く時の相手たち見たら一番塩見にパッてライトついてたんで塩見くんからだよとか思いながらっていうことはいろいろ回ってくるんだと、うん、まあ2イニング予定だったんで最初から、うん、で多分3打席向こうはね3打席で交代っていう感じだと思ってたんでまあ来るわなと思いながらまあでも腹くくって、はい、行けました。あの開幕へ向けてというところではどういう思いで調整してきますか。まあ本当にキャンプ2月1日からスタートして、まあ、実際すんなりは来てないんですよね、うん、でも、まあ、今日マウンドに上がるっていうことが決まってからはしっかりと調整ができてあのマウンドに上がれましたし、まあ、この先もね、うまいこといいかどうかは分かんないです。でも、まあ、野球選手である以上しっかりと準備をして、最善を尽くしてマウンドに立つこれからの先の、ね、予定のあるで開幕を一軍ローテでしっかり迎えるっていう目標がありますので、うん、まあすんなりいかないとは思うんですけど、しっかりとまたね皆さんに投げている姿を見ていただきたいので、で目標もねやっぱり1年間ローテーションを守るということなのでしっかりやります。あの大きな声援で送り出していただいた現地のファンの皆さんであったり中継で見守った方々だったりというところへ向けて、はい、ファンの方々にメッセージ最後いただけますか。はい、皆さんオープン戦ではありますがバンテリンドームに何度か戻って投げることができました。でまだまだ、ね、スタートラインにも立ってないと思いますし、シーズン開幕してから、ここでしっかり投げてそこがまたスタートになると思いますし、しっかり投げて勝って一緒に喜びを勝って喜びを分かち合いましょう。今年も1年間よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、山崎はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。選手のインスタに登場してましたけど、はい、ヒーローになるのはもうちょっと後ですかね。あれはあいつが勝手に言ったんで。あ、そうなんですか。じゃあ本当に今日みたいな与えられたところで仕事していくっていうのが理想な部分ですかね。そうですね、まあもう、はい、その通りです。